また秋冬それぞれのこの森の姿を観察していただくということと、今までは主に木の名前を覚えることが、まあ、中心だったんですけども、先生の提案をですね、自分の大切なことで、まあ、もっと人間と生活そういったものの関わりを、まあ、関連付けて、まあ、話していたんですね。年4回で4月、はい、これから2時間を先生にまた使いますので、よろしくお願いします。先生、はい、佐伯と言います。今回よろしくお願いします。今日紹介しましたのはですね、4回シリーズで多分分かる方は知ってないと思いますけど、今日はパーフェクトなんですけど、花の話ですね。で、次回は葉っぱです。で、3回目は木の実ですね。4回はちょっと変わってまして、メープルシロップなんですけど、木の中身なんです。すなわち、花、それから葉っぱ、実、木の全体をですね、4回に分けてですね、ですね、白からピンク、赤みたいな感じですけど、よく見てください。この上かこの桜か分かんないときですね、この花びらの先っぽを見る、ということはちょっとこうしてですね、と、こう木を鑑定するときですね、こう、花さんに花だけ見せてるんですけど、とか、それからこの幹とかですね、実がなれば実を見たり、で、人間としてですね、小さい人間からですね、お子さんから僕みたいなお年寄り、元よりもっと年配の方はありますけど、まあ、シワの数も多くなりますけど、実はですね、まあ、何年も経ったものですけどね、で、タケノコは本当に鉛筆みたいな魚がありますけど、みんな同じ魚ですからね。それはなかなか見分けるのは非常に難しいんですよ。私、こういう木の名前とかですね、こういう性質をよく教えるんですけど、一概に、例えば、ちょっと葉っぱを落としてみますか、ただですね、ですね、園芸室が、どんどんですね、人間がですね、作ったものが含めてですね、大体ですね、300種類あるんですね。で、私もですね、こんな専門家ですけど、木の名前はですね、本当にやっぱ自慢じゃないけど、そんなたくさん覚えてませんけど、大まかなことはやっぱり覚えてるんですけどね、大体私が鑑定できる樹種は大体300種類なんですよ。大体それを覚えてれば、大体こんな立場でお渡しできるんですけど、それぐらいの 数量 の、 種類がたくさんあるんですね。それはなぜか。で、植物はですね、科目に、科目でくらいとですね、その科のどういう属だとか、どういう種だとかっていう分類できるんですね。で、これは、バラ科です。で、バラ科っていえば、バラっていう想像するんですけど、あの通りなんですよね。じゃあ、今紹介した、桃、それから梅もバラ科ですね。で、まあ、これからですね、これ入ったら、ナス咲きますね。あれもバラカです。で、リンゴもやっぱバラカです、ね。というふうに思います。で、資料をまた後で読んでほしいんですけど、日本のその野生種ですね、今、9種類だと言われてます。まあ、たくさんありますけど、大島桜、まあ、聞いたことあるかもしれませんけどね。
あと、山桜、江戸ひな、豆桜、霞桜、大山桜、長寿桜、宮桜、金桜ですね。長寿桜とか宮山桜ってですね、結構高いところ行かないと見えないんでね。大島桜。しますから昆虫がやっぱ蜜好きやったらね、いますわね。今日は受粉を助けとんですよ、ね、お花の宿命中なんです。やっぱり受粉なんですよ。蜜をつけることなんですけど、はい。で、蜜をですね、桜の仲間にはですね、匂いが強いのもあるんですよ。僕のホームページ見てもらえばいいんですけど、上古上匂いっていう、品種の桜はすごい匂いします。それ以外はあまりやっぱりしないんですよね。やっぱりこういうお花がやっぱり立派だから昆虫も誘われてですね、来るんじゃないかと思います。この頃ですね、皆さんよく勉強してまして、ソメイヨシノがですね、クローンだっていう話はご存知の方がおられていますけど、今日はですね、江戸彼岸とそれから大島桜のミックスなんですけど、残念ながらこう立派なこう樹形とですね、お花の量ですね、それから真っ先に花が咲いて後から葉っぱが出るっていう特徴があるんですね。それが非常に親しまれてたくさん植樹されたんですけど、クローンなんですね。一種類のものですね。でそれが非常に見かけが良いものだから植樹をされるんですけど、あれは台木の上に挿し木したものですね。それをこう植えたものです。だからみんな一緒なんですよ。みんな一緒なの、分身なんですよ。桜前線というのはですね、一斉に咲いてですね、一斉に枯れます。で、私とあなたが例えば全然知らん人ですよね。年格好は寝とるかもしれませんけど、で、結婚も早い遅いもあってますからね。そういうふうに違うんですよ。だけど一斉に咲くんですよ。で一斉に枯れるんですよ。妙な話ですけど、それがクローンの証拠です。同じ性格ですから、寒がりか暑がりかっていうのねありますわね。一緒なんですよ。だから読めるんですよね。だけど地域によって違うんですよね。ここだったら五条公園、それから富山やったら磯辺とか、それからマスカ、ここは若干地域の差がありますから、その地域の差の気温とか状況によって変わるだけなんですよ。だけどマスカはマスカで一斉に咲いて一斉に枯れるというのはクローンの仕事なんです。じゃあこれ、佐々木さん、これこの前見たらサクランボだとって話しちゃうんですよ。あるんですよ。でこれはですね、雌花は受粉する能力を持ってますよ。で、おしべの花粉はですね、こっちと整合性がないんですよ。風和合成っていう話なんですけどね。でそれはサクランボがとってもそれはソメイヨシノのサクランボじゃないんですよ。他の桜の、花粉が雌しべについてですね、できたものなんで、それを取られてもソメイヨシノにならないんですよ。で不思議なんです。ですから挿し木とか接ぎ木でしか出ませんという妙な話ですね。でちょっと私時計は取ってないんですけど、おそらくほとんどのその桜ですね、もう植えられてますけど、ソメイヨシノというふうに思って間違いないと思います。じゃあ簡単にちょっと見分けたんですけど、ソメイヨシノの特徴はですね、まず枝がポンと立ってこういう枝が出るんですよ。山行ってですね、山桜に山桜に
豆桜と全然あの樹形が違いますね。こういう大枝子だとか、なんか雪を降ってさ、降れたっていうのがあると思うんですけど、それね、やっぱりね、他のオアジスとやっぱ競争して何とか勝とうとするんだっていう崖っぷちまで生えてって枝を生え出すんですよ。そういう性格を持ったんですね。でこの大枝を出すのは大島桜の結果だから簡単に見分ける方法はこんな感じの大島桜のこう大枝が出てるか出てないかですね。で山桜行くとですね、ずっと山行ってねポツポツと生えてますから、あれは原因は何かというと増え方なんですね。要は実を鳥が食べてもらって、鳥が糞を落として増えてるんで、でいい条件で乗ったところで、まあ、芽が出て出てるんで、で周りは桜じゃないですよね。周りが桜じゃなくてですよ、他の樹種があるんで競争するわけですよ。でどういう枝の生え方するかしたら、だいたいまっすぐに対して45度の向きに枝が出せないんですよ。こんな風にこう出してしまうとこれ邪魔だっていう、ね、喧嘩になりますからね。大島桜はやっぱり海岸線沿いに、まあ、枝を伸ばしてたっていう特徴があります。なんかちょっと大島桜のその名前はね、なんか有名ですけど、こんだけたくさん枝を出すもんだから、伊豆大島の方ではこれを滝木に使ってるんですよ。で、滝木桜ともなんか言われてるらしいですね。というお話ですね。からやっぱり成長が早いんですね。だから滝木に使ってると。あとですね、大島桜の特徴は匂い。で、花より団子の話ありますけど、桜餅皆さん。食べられますよね。匂いを目指します。葉っぱはですね、大島桜なんですよ。で、大島桜はそうやって滝木を取ることもするし、その桜餅の葉っぱを作るためにみんな枝を落として葉っぱをこう採取して塩漬けしてですね、桜餅を材料にしてますね。で、ああいう匂いを出しますよ。で、樹木はですね、匂い出すのは結構あるんですね。あるんですね。お話できません。例えば黒文字ありますね。で黒文字は和菓子の用事になってますよね。でなんかこう爽やかな味しますよね。あれもやっぱりですね、その木を結ぶってことは匂いなんですね。でこういう匂いはですね、一体何のためなのかって話ですけど、木はですね、一旦根を張ると動きませんので、やっぱり来てほしくないやつはやっぱあっちいけど、来てほしいやつは来てほしいというふうなことを、まあ、行ってるんじゃないかということですですね。で桜餅のその匂いはですね、クマリンという物質なんですけど、クマリン、クマモンじゃないですか。メモしてください。クマリンです。あまり食べ過ぎてもまあそんなに食べますけど、あれは外手たずきですね。でどうやらあれを食べると害虫はやっぱり体を弱ったりしたりして、やっぱり食欲がなくなる。踊りができたのはソメイヨシノです。でもでソメイヨシノはですね、そういう立派なその性質を持ってるんですけど、いろいろやっぱ欠点があるんですね。まあ、一つはさっき言いましたけど、受粉ができない、自分で実生を作ることができないということですね。それはもう美しさのためにこうそれを捨てたということですね。あとですね、結構寿命短いんですね。日本の桜でですね、結構有名な桜ありますけど、自分はやっぱり1000年とか500年とかあるんですけど、残念ながらこれやっぱり平均寿命は大体人間としてで80年ぐらいだと言われてますね。だからそんな長くはやっぱりいますね。それとあと虫がやっぱりつきやすいんですね。
というのはやっぱり欠点ですかね。吉野桜っていう言われてらっしゃるんですよ。それが後々調べてみたら、どうやら染江村の植木屋さんがそれを作ったみたいですね。さっきなんかテレビでなんかそれやりましたって聞いたんですけど、ちょっと分かりませんけど、どうやら吉野桜があって染江村の職人さんが作ったんで染江吉野というふうに言われてます。あと参勤交代ですけど、分かりますよね。江戸へですね、申し訳の様のところへですね、何年か分かりませんけど、何年か行くんですよ。その時に必ずお土産を持っていくらしいですよ。その時に桜の話なんかするらしいですよ。だそういうものが集まるわけです、江戸へね。でそこで、いろんなものをこう自慢話してですね、いや俺のところがいいと、いやこっちの方がいいと、話がすると思うんですね。それで盛んにこういう桜の樹種が増えましたという経緯がありますね。でその後どうなったかと言いますと、明治時代になりますね。で明治になってくると、なんかね、やっぱりこんな花より、やっぱり仕事だとか、その文明開化で、ね、いろんなこの知識を取りたいとかね、ちょっと名前されたんですけど、それから戦争が始まる。ところがこういう園芸室というのは人間の生活にマッチしてるんで、いろんなことをやるんですね。で基本的にはですね、桜っていうのは成長が早いんですよ。で成長が早くてですね、枝もたくさん出すんですよ。で方で剪定が得意な方ありません？お庭でちょっと剪定とかやる程度ないですか？みんな庭師さんに任せて、もっと少しできるんですよ、またいらしてください。やっぱり見栄えとかですね、変な枝が出たらやっぱり切るんですね。で、きれいにそのタイミングが硬いですから、やっぱりね、梅も桜も両方とも剪定しないとダメなんですよ。ダメなんですね。で、特に桜はですね、あんまり売っちゃっていくとですね、最後大枝を切ってしまうとダメなような時期になってくるんですね。だからこれを切るんですね。切るとやっぱどうなるかというと、これ傷口です。でちょっと私批判するつもりないんですけど、この傷口の処理をしないとダメなんですね。でやっぱりこういうふうな、あんまり桜をですね、売ったらすると、こんな青枝を、これはなぜ切ったかも分かりませんけど、こういう始末の仕方はあまり良くないんですね。やっぱりチパ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 チしてですね、しっかりしてで、枝が部屋の方がですね、やっぱりちょっと老木が多くてですね、ちょっとしょぼいっていうような感じですね。私今年初めて船川行ったんですけど、立派です。で聞いてみると、あそこはですね、桜森の方がですね、慣れましてですね、結構勉強してないで剪定してるってですね。で桜にはですね、いろんな病気があります。で有名な病気はですね、テングス病っていう病気なんですね。で、ここにはないんですけど、桜のこの枝の先っぽにですね、ちょうどほうきがこう立ったような感じのものがつくんですよ。それは病気なんですよね。でそれはですね、やっぱり剪定を小回りすれば起きないんですよ。でそのままにしておくとやっぱり起きやすいんでね、やっぱり桜アーチでやっぱりほどほど先行しないとダメなんです。ですからなんかそういうことわざが先行してしまって枝を切ってしまうとですね、怒られるというふうに勘違いするとかあるんで、桜と梅はどっちかというと梅の方はこまめに剪定する必要があるんで、それがだんだんそう広がってしまって、そういう内容になってしまったっていう経緯がありますので、皆さん勘違いしてないですね。桜はこまめにやっぱ剪定してやって、風通しを良くしてやってですね、枝ぶりもこう良くしてやって剪定するようにしてください。